ボッティチェルリ、ビーナスの誕生。ギリシア神話は、欧州にあっては、キリスト教の広範囲な受け入れによっても、なお、美術、音楽、文学などの分野におけるその人気と、活発な二次的創作が妨げられることはなかった。ルネサンスにおける古典古代の文物の再発見とともに、オイデウスの試作品は、詩人や芸術家のイマジネーションに対し大きな影響を与え、 この後、数世紀にあって、ギリシア神話の普及と認知に対し、根本的な影響力を維持した。エルヴィン・パノフスキーは、イコノロジー研究の序論において、13世紀から14世紀においては、古典古代の美術モチーフは、キリスト教のテーマを表現するのに用いられ、古典古代の美術テーマを表現するのには中世、ヨーロッパのモチーフが用いられていたことを指摘している。 例えば古代のオルペウス像はダビデを表現するのに、用いられ、冥界からケルベロスを引き出すヘイラクレースのモチーフは、リンボからアダムを引き上げるイエス・キリストを描写するのに、用いられた。対照的に、アイネー・アースとディードーは、中世風のチェスをしている恋人たちとして表された。パノフスキーはこの図像伝統と、文献伝統の乖離に、いくつかの理由を提示しているが、要するに、 それが中世という時代の特徴だった。そして断裂していたモチーフとテーマが再統合したのが次なるルネサンスという時代だったのである。ダンテ・アリゲーリ初期ルネサンスの頃より画家たちは伝統的なキリスト教の主題と並行しギリシア神話を起源とした主題とする絵画を描いた。イタリアの画家作品で最も著名な主題はボッティチェルリのビーナスの誕生とパラスと ケンタウロス、レオナルド・ダ・ヴィンチ及び、ミケランジェロのレガと白鳥、そしてラファエロのガラテアである。ラテン語を通じ、また、オイディウスの作品を介して、ギリシア神話は、ペトラルカ、ボッカチオ、そしてダンテなどの中世及びルネサンス期の詩人に影響を与えた。アルプス以北のヨーロッパにあっては、 ギリシア神話がイタリアにおけると同様な影響力を、視覚芸術に対し及ぼしたことはないとはいえ、文学に対するその影響は、極めて明瞭であった。ラテン語とギリシア語双方の古典文書が翻訳され、神話の物語が知られるようになった。イングランドでは、チョーサーやエリザベス朝劇詩人、またジョン・ミルトンが、ギリシア神話の影響を受けた人々に数えられる。 シェイクスピアからロバート・ブリッジスに至るまでのイギリスの主要な詩人のほとんどすべてがギリシア神話にインスピレーションの源を求めた。フランスではジャン・ラシーヌが、またドイツではゲーテがギリシアの刺激を再現した。ラシーヌはパイドラー、アンドロマケー、オイディブス、イービゲネアなどを含む古代の神話を新しい意図のもと書き直した。 18世紀に入ると、啓蒙の哲学が出現して、欧州全域に広まったが、それと共に、ギリシア神話に対する新しい視点が提示された。古代ギリシアとローマにおける科学的、哲学的な発展の成果を主張する崇高が現れた。とはいえ神話は、ヘンデルのオペラ作品、テッサリアを、アドメートや、セメレ、モーツァルトのイドメネを、クルックの、 オーリードのイフィジェニーなどに対し、リブレットを書いた人々を含め、劇作家たちに創作の素材や重要な源泉を提供し続けた。18世紀の終わりには、ロマン主義がギリシア神話を含めて、古代ギリシアのすべての文物に対する熱狂的な関心を抱き始めた。エルギン大理国イギリスにおいては、この世紀はギリシア古典悲劇とホメーロスの新しい翻訳が、 登場する大いなる時代であった。これらの翻訳は、またジョン・キーツ、バイロン、シェリーなどの同時代の詩人に霊感を与えたのである。ビクトリア朝の警官詩人たるアルフレッド・テニスン教のヘレニズム趣味は、清水において英国的なアーサー王宮廷についての彼の、病像さえもが、ホメーロス風女子詩の子玉に満たされているような、ものであった。 1816年のパルテノン神殿の大理石彫刻の購入から刺激を受けて、視覚芸術もまた歩調を揃えていた。フレデリック・レイ・トン教およ及びローレンス・アルマタデマによる多数のギリシア的絵画は古代ギリシアの理想の伝達の一環として真摯に受け入れられた。18世紀ドイツの作曲家であるクリストフ・グルックもまたギリシア神話から影響を受けた。トマス・ブル・フィンチや ナサニエル放送運などの19世紀アメリカの作家たちは、神話は娯楽、教訓も提供すべきであると信じ、古典神話の研究はイギリス及びアメリカ文学の理解にとって本質的に重要であると考えた。ブルフィンチによれば、今日生きている人々の中で、いわゆるオリュンポースの神々を信仰している者は一人もいない。これらの神々は、今や神学の分野ではなく、 文学や趣味の領域に属している。20世紀になっても古典的な主題は、フランスのジャン・アヌイ、ジャン・コクトー、ジャン・ジロドゥ、アメリカの友人・オニール及び、イングランドの T.S. エリオットなどの劇作品により、また、アイルランドのジェームズ・ジョイスやフランスのアンドレ・ジードなどの小説作品によって再解釈されている。リヒャルト・シュトラウスやジャック・オフェンバックをはじめとして、 多数の音楽家が、ギリシア神話の主題を音楽に使用している。トランスレーション、EN、グリークミソロジー・イン・ウェスタン・アート・アンド・リテラチア10時34分、24オーガスト2008より翻訳カントリブ・ヤターズ、ヤニス・マール、スキャリア・フシッキー、リー・ロアソン、58.169、187.116、カンウルフ・ヤル。ありがとうございます。